そう、水色と赤ですね。そう、でも青と赤になるのかな、水色ってないのかな。水色あったらいいですね。了解って言うけど大西軍やん。水色と赤フリフリするよ、お願いします。こんばんは、こんばんは。そう、水色なんかね、可愛い水色あったらいいよね。ちゃんと水色って感じの色あったら可愛い。そう。あるよ、あるんだ。じゃあそれお願いします。そう、あのあとね、うちわとかも持ってくれたら、そう、すごいめちゃくちゃわかりやすいので、ぜひ見つけたいと思います。見つけに行くので、ぜひぜひ持っててください。すごい、めちゃくちゃキャラクターギフトくれるの嬉しいんですけど、シナモン、シナモンでお願いします。チーム K の時は緑でいいですか。ああ、もうそこはご自由に。うん、やっぱ K だーってなったら緑だと思うし、そう、うちそのままでいいと思ったらそのままでいいと思います。こんばんは、こんばんは。うちわ作ろうかな。あ、嬉しい、ありがとうございます。うちわぜひ作ってください。こんばんは。二階席だからうちは見えないでしょう。いや、見えると思うよ。そう、だからうちわによるよね。うん、でっかくあやねって書いてあったらわかると思います。こんばんは、こんばんは。こんばんは。純情ソーダ水の衣装のような水色、おお、めっちゃいいですね。それかわいい。そんな感じのでいきます。3日とも行きます。おお、すごい、ありがとうございます。楽しみ。来週2人公演、そう、2人公演やります。なのでぜひぜひ皆さん2人公演も来てください。コンサートのね、次の次の日なんですけども、ぜひ、あの夜公演なんで来てくれたら嬉しいです。なんかその日だけね、めちゃくちゃ暑くなるらしいよ。なんか29度とかなるって言ってたから、そう、だからまだ完全に冬じゃないんだなって感じね。来週火曜夏日だって。そうね、ぜひぜひ、あの応募始まってるので、あやとり公演ぜひ来てください。久々、めちゃくちゃ久々ですね、あやとり公演。シナモン11の公演投げて、お、ありがとうございます。と、投げたら当たるんよ。こんばんは、こんばんは。そう、いやー、めっちゃ楽しみですね。明日から3日間武道館で11話2人公演やって、でも15、16北海道で、でもとっても楽しみなことがいっぱいありますね。はい、楽しみです。ね、月末はお話し会もあるし
ね、お話し会も明日の1時まで受付なのでぜひお願いします。ハロウィンはなんかねしようかなと思います。今んとこしようかなと思ってます。全然プラン決まってないけど、なんかハロウィンっぽいことするかって感じです。俺もうハロウィン用のコスプレ買った。早え、何買ったんですか。北海道行ったらあやねちゃんよりラーメン。あ、そうですか。北海道で食べたいもの、絶対ね海鮮食べたい。北海道の海鮮丼は絶対に食べたい。もうそれが食べれたらもう逆にあとはもう何もいらないぐらい海鮮丼食べたい。そう、もう本当にジンギスカン、ジンギスカン美味しいよね。ジンギスカンも食べたい。ジンギスカン食べれるかな。でもとりあえず本当に海鮮丼食べないとね、私北海道から帰ってこないから、海鮮丼食べるまで北海道から帰りません。お土産美味しいのいっぱいありますね。そう、お土産すごいよね。北海道ってお土産無限大だよね。限りなくない？無限にお土産ある北海道って。しかも何買ってもなんか主役級のお土産。そう、感動する。いつも全部全店舗主役級のお土産。あと北海道の回転寿司行ってみたいんだよね。なんかこっちとどんくらい違うのかなって思って。そう、なんかその向こうの回転寿司はこっちの回らないお寿司レベルみたいなの聞いたから、聞いたことあるんですよ。それをねちょっと確かめたいです。一人でも行くわ。一人でホテル抜け出して回転寿司行くわってぐらいはね、ちょっともう海鮮とかお寿司が楽しみですね。こんばんは、こんばんは。旭川の近くは雪積もってた。やば。そっか、もう雪降ってるんだ北海道。ダウン出さなきゃダメかな。めちゃめちゃ寒そうじゃん北海道。今この都内、埼玉とかでも寒いのにね。こっちこんな寒かったら北海道真冬、真冬みたいな気温だよね絶対。どんな感じが、なんかもうもうもこもこって感じ。ふわふわふわもこしずく公園がやとり公園になった。そうなんですよ。そうね、しずく公園もやりたかったんですけど、二人公園も久々なのですごい楽しみです。ぜひ来てください。やとり公園って平和そう。いや平和じゃない公園あるの逆に逆にそっちが気になるわ。平和じゃない公園って。何平和じゃない公園。あやとり公園寒類、寒類お、じゃあ寒類なら絶対来てください。冬にはいいカーディガン。そうなの、めちゃめちゃね冬っぽいやつ、薄ピンクの可愛いやつ買いました。たまたま入ったけど、なんかいいの、いい買い物した気がする。こんばんは。ピューロランドの写真全部可愛い。おー嬉しい。そうピューロ行ってたんですよ。そう先月、先1ヶ月前とかかなに行って。そうツイッターにも写真あげよう。
インスタに載せるか、ツイッターに載せるか、ちょっと迷いますよね。髪切った、そう、ちょっと切りました。前髪も切って、やっと前髪切れた。そう、なんかずっと伸びてて、そう、やっと切れまして。なんか自分で切っちゃうとさ、あのね、失敗するの怖いから、そう、我慢してた今日まで。じゃあ今からツイッターにあげる写真を選びます。これとこれとこれかな。よし、よし、ツイッターにあげました。え、なんか夏の、夏4月のあやとり公園の写真さ出てきたんだけど、なんか2人とも幼い。え、なんか子供、エクステついてるし、なんか子供じゃない？なんかすごい子供なんだけど。懐かしい、すごい子供。わあ、髪色明るい時もあったし、すごい。はい、ツイッター更新したので、ぜひみんないいねとコメントお願いします。あやにちゃん、ルロロマニック推しまし。え、そうなの、ルロロマニックめっちゃ可愛くて、そう、友達と、え、このなんかシナモンがなんか悪魔落ちした子たちみたいなの、誰みたいななって、え、確かにみたいな、この子たちめっちゃ可愛いねって、そうで、めっちゃ調べたんですよ、ルロロマニックって。でもグッズ一つもなくて、そう、グッズない、めっちゃ欲しいのにと思って、そう、だから私はルロロマニックをね、布教していこうと思う、これから。そう、やっぱ一応シナモンの住んでるところの、シナモンたちが住んでる村の郊外の館に住んでるんだって、あの子たちは。そう、だから一応シナモンの世界の住人なんだけど、そう、うん、ちょっとなんか悪魔っぽいんだって。めっちゃ可愛くない？チェリーとベリーだって。そう、シナモンのお友達。うん、隔離されてる。そう、隔離されてるんよ、ルロロマニック。いや、なんか吸血鬼ってさ、一人でさ、洋館とかに住んでるじゃん、多分そういう感じなんだと思う。そう、なんかルロロマニックめっちゃ可愛いなってなって、そう、盛り上がりました。私たちこれからルロロマニック推しってなってる。どっちがチェリーでどっちがベリーか分かんないんだけど、そう、そう、でもみんな覚えて、ルロロマニック、ルロロマニック、ルロロマニック。ね、早口言葉みたい。あにちゃんはパーカー派じゃなかったっけ？あ、パジャマですか？別にパーカー以外も着ますよ。パーカーめっちゃ好きだけど。
ルロロマニック、そうルロロマニック、ルロロマニック、そう。あーパーカー欲しいな、パーカー新しいの買おう。なんか最近女の子女の子したよりもなんかちょっとストリー、なんかメンズライクっていうの、メンズライクの方が可愛いなと思って、そうだから今年の冬はちょっとかわ、あんま可愛い可愛いしないかもしれない、いやするって普通にするかもだけどノイミーとコラボしてた、そう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 、オーバーサイズのパーカー、そうオーバーサイズの好き、なんかワンピースみたいになるで、ちょっとなんか短パン見えるみたいな、可愛いよね。そう、あとなんかここがなんかここがこうペチャンってなるフードじゃなくて、ここがちゃんとフードみたいななってあるやつがいい、くすみブルーとか、あ可愛いんですね。女の子のボイシュって可愛いよね。そうね、めっちゃわかる。好きな服着てるアニちゃんが可愛い。え、やだ天才好き。そう、そういうことです。そういうことなんです。ありがとうございます。可愛い。ありがとう。ぺちゃん、そうぺちゃんわかる？なんかぺちゃんってしてるフードとさ、なんかこう。ちゃんと自立してるフードあるじゃん、パーカーでもなんかちゃんとこの辺にフードがいるみたいな、フーディーみたいな、そうそう、それを探してるの今、探してる、うん、今日ちょっと探してみたけど、ちょっとカーディガン買った、そうだよカーディガン買いました、冬ですね。なんかめっちゃモコモコしてて、なんかふわふわだから、あなんか私今日厚着してるって思われるかもって思ったんだけど、全然それ着てても寒くて、あ全然これ着ててもあれだわと思って、なんかすごいダッフルみたいの着てる人とかもいたし、そうあみんなちゃんと冬だって思って、うんこんばんは、こんばんは、かわいい、かわいい、かわいい、東京、今日の東京、札幌より寒かった、え、そんなことあるんだ、すっげー、武道館の席絶、席絶、こんばんはこんばんは、絶望、絶望、いやそんなことないよ、大丈夫だよ、どこの席でも大丈夫、大丈夫、寒そうにしている女子好きです。おー、秋冬用の帽子バケハは買ってあるの、え、なんかこの間1個もらいました、でもあと去年のふわふわのがまだあるけど、そのバケハ、あとなんか帽子、帽子欲しい、帽子なんかさ、ここがこう折られてるみたいな、なんかそうあるじゃん、わかんないけど、そう帽子かわいいよね、こんばんは、春に探してた黒いバケハ結局見つからず、あ見つからなかったんですけど、全く同じものをくださった方がいて、そう解決ありがとうございましたアニちゃん黒髪、そう今日ね色入れたてだからめっちゃ黒いです、そうまあ色落ちとかはあるんだけど、とりあえずねこの3日間は黒髪っぽいと思います。
王の帽子あったかそう。え、確かに。てかなんかむしろ可愛い、あれなんか一周回って可愛い気がする普通に被ってても。サイリウム1本だったら何色にすればいいですか。うーん、何色だろうね。うーん、まあでも水色の方が好きだから水色で、それかチーム K の曲とかだったらその時緑にするとかかな。こんばんは、こんばんは。今日はローの誕生日。あ、そうなんだ。ひーちゃんと一緒じゃん。おめでとうございます。こんばんは。明日、うん、明後日5列目アリーナ5列目。おーすごい、めっちゃ前じゃん。いい、やったやったね。お、9日行きます。2階席、あ、2階席もねちゃんと見えるので楽しみにしててください。楽しみましょう。サイリウム三刀流なら何色にすればいいですか。水色、水色、赤、赤を水色で挟んでほしい。そっか、3本体制もあるんだね。まあその場合は水色、水色、赤で挟んでいただければいいかなと思います。なんか水色と赤の組み合わせ見た感じメンバーでいなかったから、あーすごい良かったって思いました。あ、明日ランちゃんの誕生日なのね。なんかこの時期誕生日多いね。ね。ゾロスタイルなので赤を口に加えればいいのか。え、マジでおもろい。あ、それでお願いします。おもろ。いや、あとねインスタも更新してるのでぜひぜひインスタもいいねとコメントお願いいたします。すごい、あのサンリオのさ、あの載せた、え、すごいユキリンさんがいいねしてくれてる。やった、昨日のやつ嬉しい。なんかメンバーがなんかこんないっぱいいいねしてくれるの珍しい、嬉しい。あ、シナモン、シナモンでお願いします。人間で最も多い誕生日は12月22日なんだ。え、そうなんだ。12月22日の子いた、小学生の時。12月22日。そう、え、そうなんだ。え、小学校2年生の時いた。なんかさ、誕生日順でなんかこう並ばされたことがあって、ここ何月の列、ここ何月の列みたいな。でその12月の列が私とその子しかいなくて、でなんかお互い友達がいなくて、その時なんかそこで、あ、12月なんだみたいな、で仲良くなった気がする。
SKE の真夏さん、あ、うーん懐かしい、真夏たん、うーん真夏ってやつ、中学の時めちゃめちゃ教室で飛び交ってた真夏が。懐かしいですね。こんにちは。じゃない、こんばんは。こんばんは。あ、大丸東京、あ、ぜひぜひ行ってください。大丸東京ね、私も行かないと、来週中に北海道行く前には行こうかな、行きたいですね。今日行ってきた。え、そうなの、聞いてない。そう、じゃあみんな明日行ってください。近いのかな、武道館と。武道館ってどこにあんの、武道館と大丸東京近いのかなね。九段下、へえ、九段下、うん。じゃあまあ近くもない、遠くはないね、近いね。まあ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 近い。私が紹介してるおせんべい、おせんべいかな、おせんべいね、美味しいので。いや、なんかでっかいコンサート久しぶりでね、緊張とかもありますけど、緊張もするけど楽しみですね。楽しみ。ね、みんな明日お気をつけて、雨ですが、はい、気をつけてきてください。アウチ。あ、プロコン買わないと、スプラ。やっぱプロコンの方がやりやすいね。今日さ、美容室行ってさ、整体行ってさ、行ったんよ。で、なんかそのでなんか店員さんとかとめっちゃ喋ってたのよ。だから今日めっちゃ喋ってるの。そう、
北海道楽しみ、何着てこう、マジで北海道楽しみ、旅行の気分、本当に旅行。やっぱアニメイトさんに行くから、何がいいかな、どうすれば伝わるんだろう、愛がね。うん、まあでも会員証ぐらいだよな、ポイントカード。美容室でおしゃべりできるタイプ、でもなんかもう 3,4 年お世話になってるから、さすがにしゃべれる。アニメイト楽しみ、そらそうや、楽しみだよ。店員さんと話す派、話しかけられたら話せる。うん、全部適当に流してる。そう、あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。確かに可愛いですよね。はい、可愛いですね。あ、ありがとうございます。あ、そうなんですね。あ、確かにいいですね。可愛いって言ってる、ずっとそれの繰り返し。話した後の少しの無言が苦手。そうかな、無言なるかな。でも無言になるとき、店員さん、多分店員さんが無言に、確かにあるわ、無言になるわ。こうやってすると可愛いんですよ。あ、そうですね、可愛いですね、ですよねってなるよね。わかるわかる。そう、うん、そしたら出ます店を。そういう時ってあんまりいいのないじゃないですか。そう、本当にあ、いいなって思ったら、あ、いいですね、試着したいですって言うよね、多分。うん、ラニちゃんに接客したい、私が働いてるとこ来てほしい。確かに。ねえ、でもさ、絶対さ、みんなとさ、どっかでさ、会ってる気がするんだよね。絶対そんな、絶対そういう時あると思うんだよね。知らない間に私のこと接客してる人とか多分いそう。喋りっぱなしで寝てくださいって床屋で言われる。うるさいんじゃん、うるさいって言われとるわ。今日はこれからマリアちゃんのドラマ、みんな見てね、みんな絶対見てね、マリアを見てね、視聴率、マリアちゃんを見てますっていう視聴率にしよう。うん、マリアの視聴率だから。職場が新宿なのであるかも。おお、ありそう。みんなってどこで働いてんだろうね。接客業なんだ。へえ。なんかみんなの職業とかさ、全然ちゃんと聞くことないもんね。お話し会とかで話すときあるけど。若い頃のバイト、ドーナツ屋さん、アイスクリーム屋さん、テーマパーク、お、かわいいな。自宅を警備してます。自宅を警備してますで笑いが取れるのはもう10年ぐらい前なのよ。もうやめた方がいいよ、自宅警備してるの。アイス屋さんで歌ってました。絶対あれじゃん、コールドストーンじゃん。
職業、宅、趣味、仕事最高。まあね、自宅警備大事。まあほらね、お母さんとかいるからね。お母さん主婦の方、主婦の方は自宅警備じゃないか、普通に主婦の方だわね。そう、みんな自宅警備って言うけど実はちゃんと働いてたりするんですよ。ないんですよ。そんなことないんだ。いや、それでもね、元気に生きてたらそれで十分ですよ。ね。明日もコンサート前に仕事です。朝4時起き。おお、すごい、逆パターンきた。頑張って、朝4時起き。もう寝なよ。4時は寝なよ。モーニングコンパスと一緒だよそれ多分こんばんは、こんばんは。ルン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 。仕事サボっていきます。たまには大事、サボるのも大事。整骨院行ってから武道館を迎えます。おお、いいですね、準備体操。盛り上がりの準備体操だね。コンサートあるから午後半休。衣装店よって、あ、衣装店ぜひ行ってください。私も行きたい、衣装店。なんか私が紹介してるお菓子とかも飾ってあるからぜひ見てください。なんか美味しいせんべい紹介しました。そう、今日は人が焼肉してるのをずっと見ている仕事をして、え、もしかしてレンタル何もしない人ですか？飾ってるお菓子みたい。お、ありがとう。カエルのせんべい、え、買えると思うよ。大丸に売ってるものしか宣伝してないはずだもん絶対。違います。違うんかい。あれ、おすすめのお菓子を紹介してる。そう、なんか担当決まってて。そうなの、私はこれ、私はこれみたいな。そう、なんか化粧品紹介するメンバーもいるし、確かね、確かね、お菓子の人もいるしみたいな。なんかこの生ハゲみたいなアバター最近流行ってんの？最近出たやつかな。コンサート前日は高ぶって寝られないとか。そんなことないですね、普通に寝た方、ね、普通に寝ます。こんばんは、こんばんは。せんべい、そう、でも草加せんべいやとかあるから埼玉は。それ関係かな、せんべいつながり。
かな、わかんないけど、でめっちゃ美味しかった。おせんべい、なんかパリパリしてるんじゃなくてなんかサクサクみたいな、そうめっちゃ美味しかったです。ぜひぜひ。生ハゲじゃなくてシシマイ、あシシマイ、そうシシマイ、それでそれシシマイです。そうか、そうかせんべいって言ったらそうかっていう人絶対いるよね。サクサクするせんべい好き。なんかねクッキーみたいなサクサク感で、なんかすごいちょっとね洋菓子みたいな感じ、ちょっとなんか新感覚せんべいでした。本当はあにちゃんのアバターが欲しいです。え、ぜひぜひ。やり方はここにいるどなたかが詳しいはず、詳しい方お願いします。せんべいを名乗るクッキー、あでもなんかそんな感じかも。でもちゃんとおせんべいって感じた。そうクッキーせんべいどっちみたいな。そうめっちゃ美味しいですたぶん せんべいの成分であのクッキーっぽさを作ってるのかなって思った。そうだからせんべいなんだよはお米、うん多分。あらもう11時か。今日結構喋った気がする。あのパネルのアニちゃんカチューシャしててかわいい。そうカベシャのやつだからね。カベシャかわいいよね。カベシャいい感じでした。漏れたじゃあランキング読みます。13位あやねが大好きあやね大福さん、12位 YS73 さん、11位スバスターさん、11位リニャンさん、9位清水さん、8位カリネコでも好きなよさん、7位夏目あやね大福さん、6位サトシ給料泥棒さん、5位お父さん埼玉さん、4位ヨスさん、3位ゲコタさん、2位谷さん、1位桜のお友達さん、ありがとうございます。それではまた明日から3日間よろしくお願いします。楽しもうね。バイバイ、おやすみ、ありがとう。